皆さんこんにちは。愛知レグルス兼非公式実況の岡田太郎と申します。今回ですね、神奈川シリーズの練習をこっそりと見に行きたいということでですね、来たわけなんですけれども、あおちゃん、ごめん、お久しぶり。お久しぶりです、太郎さん。え、マジで1位以外ですか？ X ボールの最初のリーグ以来じゃないですかね。あ、だってあれコロナ前に終わったから、もう3月、半年ぶりぐらいですよ。そうですね、半年ぶりぐらいに。はい、はい、そのなんか、ありがとうございます。ちょっと、こちらこそ。今やってるじゃないですか、X ボール。そうですね、ネクストっていう名前で。はい、この前シリウスの見てたんですよ、動画。はい、で、アルコール1パーセン出たら、全然ね、いけてないのが多すぎて、でもいきなりあのチームのみんなに連絡していったら、多分見構えるやん。はい、こっそり行って、ちょっとめちゃめちゃトレーニングしようと思って、今日、ちょっと連絡して、間を取り持ってもらって。なるほど、なるほど、そうですね、わかりました。はい、もう早速行っちゃいますか？あ、もう行っちゃいましょう。わかりました。ね、時間がかかるし。わかりました。はい、AR スポーツ波動 X ボールのチーム神奈川シリウス、練習を重ね実力をつけてきてはいるが、まだまだ甘い。新たに始まったリーグ戦でも黒星が続く彼らのもとに、コーチングトレーナー大本が現れる。大本は彼らに何を語るのか。がっつり行くっていう感じで。はい、もうがっつり行ってみましょう。どんな感じで練習やってるんやろ。いや、全くもって想像ができんですね。彼らのだけの練習っていうのを見たことがないんで、私。いやー、めっちゃダラダラしてたらどうしよう。それはそれで衝撃ですね。もう期待半分、心配半分。いや、心配の方が多いわ。同じくですね。いやー、久々やね、旅行来たの。そうですね、あの監督として来るっていうのも、多分大本さん、コロナ以降初めてじゃないですか。あー、そうやね。創価の3人生も、あの監督としても活動してないと思うので、うんうん、これは大きなチャンスですよ ね。どんな印象したの？久しぶり。ナイス。久しぶり、久しぶり。めっちゃ久しぶり。めっちゃ久しぶり。半年ぶりぐらいかい。お久しぶりです。よろしく。半年ぶり。半年ぐらいかいね。だってリーグそこから終わってるもんね。はい。そうお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。サプライズですみません。お疲れ様です。びっくりしました。びっくりしました。今日はちょっと伝えたいことがあって来ました。はい。めっちゃ怖いですけど、僕的にはもうこのオショになってもうね、それが一番サプライズですね。一瞬入っていた時もう誰かわからないから、こんな選手いたっけな、悲しいです。ちょっと待てっつって、前の試合負けちゃったの悔しかったから気合い入れてきたんです。気合い入れてきたんですね。コースだけどね、気合い入れるときね。その先行きました。もう反ってるもんね。スキンヘッドですね。いや、あれっすよ、もうね、この前の試合見て、この前の試合、あのアルゴル千葉、うん、あそこの試合見て、なんやろ、勝てる試合やのに落としてたやん。はい、もうね、あれがね、もったいないっていうのも、何やってんねんっていう気持ちが強くて、もうね、今日ちょっと僕が普段メンタルコースで関わってるから、なんかそこら辺のものをもう完全に注入しに来ようかなと思って、今日練習してるっていうのを聞いたんで、はい、こっそりやってきました。ありがとうございます。ほらほら、ちょっとみんな聞きたいんやけど、この前のアルコロスの試合見てて、あの動画でね、見てね、ちょっと思ったことはいろいろあるんやけど、その前に、僕が言う前に、みんなそれぞれが見てどう思ったんかっていうのをすごい聞きたくて。大本が問いかけた課題、それに対し彼らは次のものを掲げた。それを聞いた大本はこう問いかける。それぞれ課題分かってるから、もうそれを解消する練習をしていくっていうだけなんやけども、多分そんな練習してると思うけど、なんかどういう工夫した練習をやってるん、ゆりやさん。いやー、なんかとりあえず2オンやってたんですけど、うん、ちょっと何かがわからないです。何がいけないか分かってるのに、何がダメかは分かんない。それじゃなかなかうまくならない。何かわからないまま練習してたんじゃなかなかうまくならない。ちょっとじゃあ最後にもう一回聞いてください。試合しかできてないので、まあ、もったいないわ。いや、それじゃあなかなかね、うまくならないよ。はい、うん、ゴースケは、そうですね、今もやっぱり試合の中でその状況が起きれば、うん、練習にはなる。そんなんもう偶然やん。何ももったいない、もったいない。ちょっとジュン君は、
今右に同じくですねこいつらは何も分かっていなかった。一体何のために彼らは練習しているのか。大本はたまらず口を開く。次どこ試合？次はベガス。ベガス、ね、ちょっとそこまでですね、何とかしようや。まだ時間あるし。はい。はい、じゃこの後やろう、早速。はい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 、やろう。お願いします。お願いします。お願いします。さっきの意識して動けてる。相手のブレードよく見て、動いてます。自分の課題。もうあれやで、感覚に落とし込まへんと試合で壊れへんから。はい。で、毎回ちょっとちゃうなと思ったら変えていかへんと、違うなと思って続けても一緒やから。はい。はい、キャッチ。はいはい、特に疲れてきてから、シリウスだって終盤のラスト1点っていうところでミスで負けることが多いやん。あれ、疲れてきてからの1ポイントをちゃんと思い通り動けるかやね。だから練習の中でも疲れてからちゃんと入るようにとか、疲れてからキャッチできるようにしとかやんと。はい、自分で距離感、自分の距離感作っていかへんと。さあ、ここから残り30秒、これゲーム残り30秒が多分このぐらい、こっからどんだけ動けるかに決まる。さあ、まだいける、ここで動けると試合中も動ける。疲れてからできるかどうか。疲れる前だってみんなもうパフォーマンスいいもん。まだいけるよ。フェイントも入れよう、コースフェイントも入れよう、フェイントもナイス。ジュンコ、フェイントやもフェイント。モーションがちょっと遅いから、ね、その前に反応しとかなあかんね、これもう。ユリアさん、めっちゃスピード落ちてるよ、ブレスロー。ユリアさん、スピードがもうなくなってるよ、それじゃ当たらへん。お互いに要求しよう、こういうのやってやって、自分の苦手なの、手首狙ってでもいいし、前から思い切り打ってでもいいし、はい、ナイス、ジュン君。ナイス。よし、じゃあみんなそろそろ本気出そう。もうアップ終わった、アップ終わった。いいよ、本気出して。もう左は絶対取ろう、苦手な方は絶対取ろう。で、ジュン君は分かった引っ掛けを、フェイント使って。ナイスキャッチ。なんか思ったところ、放れてる、みんな。思ったところ、ちゃんとシュート打ててる、ブレード打ててる。試合する一瞬の状況を練習で一つで練習したら絶対試合で勝てるから。同じ疲れ具合と同じプレッシャーと。オーケー。あ、ナイス、ジュンのシュート。あ、ユリアさん、ナイスよ。じゃあラスト1分本気でやろうか、もう一回。ラスト1分でほんまに終わりやから、ここで全部やろう。あと10秒、どっちまい。はい、終了。何分？10分ですね。思わぬ練習量に倒れ込む彼ら。しかし試練はこれだけにとどまらなかった。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうした、特訓は。きついよね。けどマジで試合でいいパフォーマンス出そうと思ったら、こんぐらい疲れた時にどんだけパフォーマンス出せるかっていうのを練習からやっていかないとあかんから、と疲れた時のメンタルの状態とフレッシュな時のメンタルの状態ちゃうし、焦り方もね。だからマジでこのぐらい、別にあの練習で疲れるんじゃなくて、その前のアップで疲れてもいいから、とりあえず体も心もちょっと疲れた状態で練習した方が絶対伸びる。でさらにシリウスをもっと強くするためにもう一つ考えたんやけど、ワンオンワンで
ほんまに勝ち抜き戦で真のエースを決める戦いだったらいいんちゃうかなと思うけど、もうそうエースはっきりさせようよ、はい、もうやろう、この後もう休む間もなく早速やろう、はい、これ疲れてる状態やからこそ練習になるから、はい、よしやろう、早速やろう、しゃあというわけで突如始まってしまいました神奈川シリーズエース争奪トーナメント。実況は私愛知レグルスの岡田太郎、そして今回はゲストをお呼びしております、神奈川シリーズ監督スポーツメンタルコーチの大本武之さんです。大本さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれどもね、あのハードな特訓直後のワンオンワントーナメントということなんですけれども、うん、エース争奪戦誰が勝つと思いますか。ズバリ特訓見てる感じやと左のディフェンスがほんまに機能したら、はい、コウスケはね結構キャッチうまいから、ほうキャッチで結構リズム乗るんちゃうかなと思うんですよ。なるほどなるほど。藤原コウスケさんといえばコンバットで大化けした選手です。そう急成長した、ね、ですね。その急成長株が新たな神奈川シリーズのエースになるんではないかと。なるほどなるほど、そのあたりも注目してまいりましょう、うん、では、1戦目なんですけれども、赤コーナー坂口淳選手、青コーナー鈴木優斗選手の試合となっております。これねこの2人もね面白いですよね、ええ、これね見どころの一つが鈴さんやっぱりレフティーじゃないですか、左利き。そうですね左利きですね、はい、あそこを淳くんがやっぱり惑わされずにいつものペースで、はい、やっぱり淳くんはキャッチもシュートもやっぱり平均的にうまいんですよ。ですね、はい、でシュートも特に乗った時のシュートはなかなかもうコースキワキワに入ったりするんで、ですね、あの左に惑わされずに淳君がいつものペースでやれれば多分ね淳君の方が有利に進むんちゃうかなと思うんですよね。なるほどなるほど、そこですね。それでは参りましょう、元同居人同士の戦い間もなく始まります。さあ始まりました。まずシュートを持っているのは坂口淳、ブレードの足をかいくり一発食らってしまったが左が空いてる、ナイス、いい具合に先制を決めました。坂口淳0対1です。ここから鈴木選手がどう攻めてくるのか、ブレードの嵐先ほどよりも少し少なめか、さあ坂口が一発食らった、ここで KO してしまった、落ち着いてシュート、1対1、残り1分23秒です。さあ速攻シュートだ、右に決めてきた淳くん、ナイスナイス、坂口選手1点リードです。鈴木選手は巻き返すことができるのか、シュートからできた、さあここは難なくブロックした、ここでどうする、左キワキワだ、ナイスシュート、ナイスシュート、いいコース、ギリギリに決めてきたぞ坂口淳、残り1分13秒、坂口選手が2点リードしています。さあギリギリのところで鈴木選手がまた決めてきた、2対3、これで1点差まで詰め寄ります。残り1分5秒、坂口はこれは外してきた、1分4秒、鈴木選手がシュートです。さあブレードを程よく牽制に使いながら見事に決めてきました、同点です。残り58秒、坂口選手ここは1点決めておきたい、さあブロックされてしまった、カウンターは決まらない、さあシュートの応酬が始まったぞ、こっちこれは切り抜けるな、どっちだ、2つはさあ、拓乱してきたがこれも止めてきます、坂口淳、拓乱合戦が始まった、右強強だ、 KO されながら決めてきた、残り41秒、かなり時間を使いました。さあ鈴木選手にとっては大きな痛手となりました、ここからどう攻めてくるのか、さあ鈴木選手が一発当たりました、さあ左キワキワに決めてきた、まだ負けてはいません、残り32秒、同点です。鈴木選手左利きやからね、左抜くのが難しいんですよね。そうですね、あそこ抜けたら楽なんですよね、あれの攻略をしない限りは厳しいでしょう。さあ残り25秒、4対4、いまだに同点です。ブレードの嵐、これをかいくぐれるか、坂口牽制して決めてきた、左キワキワ、これで1点差です。残り17秒、あまり時間もありません、速攻シュートを決めていきたい、さあ取られてしまった、カウンターは決まらない、さあ目の前で決まった決まった、右キワキワに決めてきた、残り12秒、同点、坂口選手同点まで追いつきました、残り10秒、さあどうなるか、 KO されてしまった、これは痛い、まだ7秒あるよ、残り7秒、1点差、さあ速攻シュートを決めていきたい、そこは決まらない、外してしまった、残り4秒、6対5、さあ鈴木選手は思い切り時間を使ってきた、0.1秒、ギリギリのところでまたダメ押しのパンチを決めてきた、
試合終了です。7対5鈴木選手が勝ち上がりました。やはり左利きは強いですね。左利きね、やっぱ左利きはね、左側を完全にガードできますからね。そうですね、あそこを抑えられるとね、なかなか乗れないですよね、勢いに。左利きプレイヤーは未だにあの X ボールでは少ない部類ですからね。さあ、それでは次の試合に参りましょう。次の試合は藤原康介対犬塚ゆりやの試合です。これは先ほど大本さんが言った優勝候補藤原康介選手がいますが、やはりここは勝ち上がる可能性が十分にあると、ね、鉄壁のディフェンスがどれだけ機能するかですね。もう相手はだってユリアさん、もう素早さ、はい、あとシュートセンス、あとブレード命中率、そうです、もうどれを取ってもトップレベル持ってるから、ここを抑えられると一気にエース間違いなしですね。そうですね、犬塚ユリア選手ももうエースの筆頭ですからね、エース候補。それでは始めていきましょう。藤原康介対犬塚ユリアの試合、まもなくスタートです。さあスタートしました、速攻シュートだ。左に大きくそれてきました。攻守交代、藤原選手が先手です。さあここは決めてくるか、これも外れた。ブレードに躊躇したか。さあ犬塚選手、ここは決めてくるか、再び同じコースに外れていく。2人ともシュートを焦っている印象です。さあ藤原選手、ここはブレードで形成しつつ取られてしまった。これも外れた、右に大きくそれてしまった。残り1分27秒、いまだに1点も決まっておりません。どっちが先に修正してくるかですね、これも。そうですね、もう先にシュート決めた方が大きく有利を取れます。さあこれは決まった、藤原選手が決めた。1対0、試合時間残り早くも1分15秒です。さあシュートを決めてきた。これでね、お互い乗るんじゃないですか、1点ずつ決めて。ここからお互いにエンジンがかかり出してくると期待しましょう。さあ残り1分10秒、お互いに一発食らった、これは止める。左に大きくそれてきました、シュートは大きく外れます。残り1分5秒。さあ藤原選手、防御側のユリア選手がかなり左右に大きく触れています。ここは KO だ、安全に決めてきました犬塚選手。1対2残り54秒、早くも1分を切っております。さあボム構えたがやられてしまいました。いいかね、今のは決まるか決まらないかといったところでした。さあ残り50秒、取られてしまった、これは真正面に入ってしまった。さあ決めてきたエアテンペストだ、エアテンペスト、大きな隙ができているが、ここは止めてきました。再びエアテンペスト、1ラウンドで2発使ってきました。残り40秒、3点差です。これは大きなリードとなるでしょう犬塚選手。この差を縮められるか、藤原選手決めてきた、ナイスシュート、ナイスシュート、左手側を抜いてきました。残り34秒、2点差です。まだまだ同点に追いつきそうでしたが、3点差に広げられてしまいました。残り32秒、藤原選手ここからどう攻める、もう時間がないぞ、決めてきた、またも左手側抜いてきました藤原康介。次の1本大切ですね、残り秒数からして。次ですね、さあグラウンドテンペスト、これは真正面に入った、外れてしまいました。これは時間的にかなり厳しいか、2点差、残り22秒です。さあ速攻シュート、決めてきた、右キワキワだ、3点差、残り20秒で3点差は大きいです。さあボムの構えからシュートの構え、真正面に入ってしまって取られてしまいました。さあここからどう攻めてくるか、藤原康介取られてしまった、犬塚が決める、4点差、これは万事休すか、藤原康介残り12秒です。決めてきたが残り11秒で3点差がある、この勝負は少し厳しいか、犬塚選手が勝ってしまうのか。さあ外れてしまった、これはチャンスではありますが、かなり時間がない、もう5秒しかありません。4対7、さあ決めてきたが、これは厳しいか、残り 3.8 秒、この時点で2点差がついておりますが、ゆっくりとシュートを決めてきます。残り2秒、速攻シュートを攻めて、あと1本は決めておきたい藤原康介、決まるかどうか、決まらない、5対8、犬塚ゆりやの勝利です。ということで決勝戦は犬塚ゆりや対鈴木優斗の試合です。なかなかいい試合だったと思うんですけれども、大本さんはどう見ますか。
いや、いい試合でしたね。途中でね、やっぱエアテンペスト出してちょっとリズムに乗ってきたっていうところ、ええ、はいはいはい、ああいうプレーで来るとやっぱりユリアさんなかなか乗ってきちゃうんで倒すの難しくなっちゃいますよね。いよいよ決勝戦と相なったわけですが、優勝候補と大本さんが言っていた藤原選手が負けてしまいました、うん、決勝戦は赤コーナー犬塚ユリア対青コーナー鈴木優斗の試合となります。私としてはこの2人が決勝戦に上がるんじゃないかと予想していたんですけれども、大本さんはこの2人に関してはどう見ますか？この2人ね、実力はね強いんですよ。もう明らかに、はい、トップなんですけども、はい、まあまあ波があるんで2人とも ありますね。まあまあ波があるんで今回ね本当にどっちが乗れるか、もう完全にこの2人に関してはそこですね。気分が乗るかどちらが早く乗れるかね。そういう意味で言うとさっきのね、コウスケとあとユリアの戦いもそうなんですけども、はい、いかにユリア選手の、ね、エアテンペストあれ系を何発防げるか、それでね結構流れ変わると思うんですよ。なるほど、鈴木選手にとってはこれは防御戦ではあると。そうですね、そうですね。なるほどなるほど、そのあたり注目して見ていきましょう。それではやっていきましょう。この一戦で神奈川シリウスの真のエースが決まります。まもなく試合開始です。さあスタートしました。お互いにブレード牽制、左側狙ってきた、速攻で決まりました。開始1秒の出来事です。狙ってましたね、狙ってましたね、大きく左側空いたところを決めてきました。さあブレード牽制、お互いに一発決まった。さあ負けじと鈴木選手も決めてきます。これは意外とエンジンかかるの早いのではないでしょうか。早いね今回ね、かなりハイペースの戦いとなっております。さあシュート決まるね、 KO だ。ゆっくり決めてきた鈴木選手が1点リード、残り1分28秒です。さあここで、さあ速攻シュートだ、大きく右に外れてしまった。2対1、残り1分25秒です。さあ速攻シュートの構え、これは防がれてしまった。一旦外してきます犬塚ユリア。鈴木選手がブレード、ブレード、ものすごいミスのブレードだ。さあこれで KO だ、ゆっくりと決めてくる、真ん中に決めてきました。3対1、1分15秒で2点差ついています。さあボムの構えだ、犬塚ユリアがボムの構えからシュート、これは外れてきました。綺麗なカウンターです。鈴木優斗 Xbox リーグネクストでも綺麗なカウンターを数多く決めてきました。さあここで KO だ。さあ4点差だが、このくらいでもう一度ね流れ戻さないと危ないですね。そうですね、できる限り3点差に持っていきたいところ。さあまた KO だ、5点差、なかなか見ないです。ワンオンワンで5点差、しかも残り1分以上残っております。さあシュートがこぼれてしまった、これ取れるか、これを取れるか、ブレードに集中しているが大きく引きつけて消えてしまいました。残り55秒、ここで鈴木選手が決めてくるか、真正面に入ってしまって取られてしまった。その間に犬塚ユリアが綺麗なカウンター。残り51秒、6対2、4点差まで縮めています。さあボムの構えだ、ボムがたまらない、諦めてシュートの構え、これは KO、3点差まで持ち直しました。ここからようやく逆転劇といったところか。さあブレードを放っていますシューターの鈴木優斗。さあ綺麗に KO を決めてきた、ゆっくりと余裕で決めてきます。4点差、残り38秒です。さあユリアが構えてきたが、これは左側に狙ってきてましたが取られました。ここから入れてきた左側です。残り31.5秒、3点差が未だについています。さあ10秒で1点決められるか、また開いてしまった。今のシュートうまいですね、今のはうまいシュートでした。残り30秒、なるべく時間を使わないで決めていきたいところ。8対5、3点差まで縮めていきます。ここから失点は許されません、犬塚ユリア。さあブレード KO しましたが決められてしまいました。残り22秒、4点差がついています。さあ速攻シュートしかない、これを決めてきました犬塚ユリア。残り20秒です、あまり時間は使いたくないところ。犬塚ユリア、これは勝てるのか、一発食らってしまった、防御、いい防御だ。さあ取られてしまった、ここは飛んでいるところに取られてしまいました。10対6、4点差がついています。残り11秒、ここは何としても決めたい、左側外れてしまった。残り9秒、4点差がついております。これは万事休すか、犬塚ユリア。やはりエースは鈴木優斗で決まりなのか。
せめてあと1本決めておきたいところ。残り5秒で1本決めろ。必殺技決まった。さあ残り3秒、これに対して鈴木はどう答えるのか。これも速攻シュートだ。時間を使いすぎてないか、防がれました。決定です。神奈川シリーズの新たなエース、鈴木優斗に決定いたしました。おめでとうございます。やっぱ髪型の影響ですかね。髪型ありますね。あの新しい髪型の影響ですね。これはあれは決意の髪型ですね。それでは鈴木選手、そのカメラに向かって今後の抱負というか、はい、決め台詞をお願いいたします。全員ブレードで剥げさせてやります。覚悟したけど。さあ今のは僕の前線に対しての宣戦布告というふうに捉えましょう。なんだその頭。今後の神奈川シリーズの活躍に期待しましょう。ワンオンワンエース決定戦、お疲れさまでした。お疲れさまでした。お疲れさまでした。そして新エースって言っていいですかね。光ってますけど、ああ、新エースとしてこれから神奈川シリーズを、今日のあの感覚忘れずに、別に鈴木選手だけじゃなくて、はい、純くんもユリアさんも今日の感覚を忘れへんように、明日、明後日と次の試合まで練習していってもらえたらなと思うんで、はい、いいですか、いいですか。じゃあそれで明日からも練習して、いざ試合本番臨んで、はい、次こそ勝ちましょう。はいはい、はい、じゃあ次はじゃあちょっとリーダー決定戦しましょう。やりましょう、ぜひやりましょう。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。僕的にはでもなんかエースと和尚は兼任していいのかみたいな、ちょっと思ってます。ありですか。まさかね、この方が鳴ってると思わへんかった、ね、悟ってますよね。そうエース兼和尚かみたいな。エースからオーダー、自分なりの気合いのやり方ちょっと考えてください。なるほど、はい、じゃあ自分この方引きちぎっていきます。引きちぎって、ストリート反対的な。なるほど。ちょっとここにもう北斗七星の中継をつけて、はい、破ると、はい、あそれでエース兼和尚ってことで、じゃあ一旦エース兼和尚一旦認めます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。